キユナなりは、日本の空手テ屋。沖縄県沖縄市出身。竜守竜竜崩会所属。高南高等学校、沖縄国際大学卒業。2020年東京オリンピック、空手男子経験メダリスト。5歳で空手を始め、中学3年から、助・ケ、久本継ぐ男に指示。 世界空手道選手権大会の個人型で2014.2016-2018年と大会3連覇しており、団体型では2016.2018年と大会2連覇している。全日本空手道選手権大会では2012年から2020年まで9連覇している。プレミアリーグ優勝回数は2020年1月24日まで19回を記録し、 ギネス世界記録に認定された。2019年12月プレミアリーグマドリード大会終了時のランキングポイントで全日本からテド連盟が定めた日本代表選手選考基準の条件を満たすこととなり2020年東京オリンピックの日本代表に選出され沖縄県出身者として初のオリンピック金メダリストとなった。東京オリンピック閉会式では 日本選手団の騎手を務めた。東京オリンピック開催前には、清水清と共に稽古を行っていた。同大会の決勝戦では、勝利を収めた後に、畳の上で正座し、黙想、一礼をしている。これについて、後のインタビューで、すべての方への感謝の意を込めてと語っている。また、表彰式では、オリンピック開催を前に他界した母親に対し、 金メダルの約束を果たしたことを伝えるため、遺影を手に表彰台へ上がった。男子系個人戦、ありがとうございます。